B50 は中国第一汽車集団が展開するブランド、本当が販売する小型セダンである。2009年5月16日に販売が開始された。B70 の会社種であり、フォード CD3 プラットフォームを共有するが全長と、全高が短縮されている。パワートレーンはフォルクスワー現車からの転用となり、エンジンは1.6リットルのみ。 トランスミッションは 5MT および 6AT となる。B70 同様、内外装のデザインは、イタルデザイン十0アーロが担当している。また、2009年の上海モーターショーでは、ハイブリッド仕様も出展された。B50HEV は、CA4 が1 h 型1.5リットルエンジンに、モーター方式のハイブリッドシステムが組み合わせられている。2016年8月に発売。 搭載されるエンジンは1.6リットル、1.4リットルターボの2種類で、共に5速、MT、または6速 AT を組み合わせる。RS モデルも設定され、1.4リットルターボのみ、搭載される。2018年には、フェイスリストが行われた。ありがとうございます。